こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、おでんです。セブンイレブンで売ってるおでん全種類が入ってます。全部ね、種類は15種類で、私のね、好きな具材によってちょっと数が違います。で、これですね、おでんをセブンで売ってるやつを買ってきたっていうか、おでんの具材だけでパック詰めになってるんですよね。それをね、今日は煮込んでます。で、おでんを買うと、なんとじゃーん、つゆもつけてくれるんです。だからつゆもあります。じゃあ、作り方いきたいと思います。はい、これが今日食べるセブンイレブンのおでんです。軟骨入り鶏つくね串、こだわり焼きちくわ、もっちりちくわ、牛すじ串、つみれ、もち巾着、具なし。具なし？餅が入ってるんだ。よかった。味しみ卵、ウインナー巻き、さつま揚げ、がんも、こんにゃく、絹ごし厚揚げ、大根、白滝、はんぺんの全部で15品です。はい、このね、中に入ってるこの液体は捨てます。卵、こんにゃく、大根、白滝、はい、水が切れました。はい、おでん食べる分だけ入れてきました。じゃあ全部鍋に入れていきましょう。まあ、本当は出汁があってそこに入れた方がいいかもしれないけど、ちょっとぼちゃんぼちゃんなのが嫌やから、まあね、おでんから入れます。ちょっと牛串だけちょっと油があるから、こっちに分けよう。牛串は私好きやから5本食べる。で、軟骨つくね、ウインナー串、ウインナー巻き、野菜さつま揚げ、厚揚げ、ガンモ、もち巾着、私の大好きなもち巾着、大根、卵、ちくわぶ、こんにゃく、しらたき、私白滝も大好き、セブンイレブンさんのこだわり焼きちくわです、つみれ。これはですね、おでんを買うと無料でついてくるんですけど、おでんのつゆ、これ1パックに対して 680ml の熱湯で薄めるんだって。お湯、沸騰させて弱火で 2,30 分煮込みます。じゃーん、これさっきのおでんのつゆなんですけど、なんかね、セブンイレブンの店員さんが教えてくれたんやけど、これで茶碗蒸しが作れるらしいです。材料は、まあ卵があればあとは何でもいいんですけど、銀杏、かまぼこ、しいたけ、かにかま、三つ葉。入れる具材を切ります。しいたけはこの枝を取って薄切りします。これ枝もね、ちょっと食べたいけ、みじん切りにしよう。で、切ったらもう入れていきます。かまぼこ、カニカマ、食べ過ぎると死んじゃう銀杏、卵です。卵を別の器で割って、だしで混ぜます。水、卵を溶いたら入れます。で、三つ葉の葉っぱの部分だけ切ります。で、ちょっと味のために三つ葉も入れて、で、飾りの三つ葉ラップして、で、弱めのワットで10分ぐらいやります。うちは200ワットでします。はい、おでんがね、だいたい煮込めました。じゃーん、おー、美味しそう。で、はんぺんはね、ちょっと煮込みすぎたらダメなような気がするので、後から入れます。で、10分ぐらいまた煮込みます。ちゃんと茶碗蒸しもできました。で、ご飯があります。最後このご飯をね、ちょっと余らせておじやにして食べようと思います。ほら見て、薬味もね、つけてくれると。東京のセブンイレブンは味噌だれ、からし、柚子胡椒がついとった。これ私がね、プレミアムモルト飲みすぎとって、6缶パックで買ったらついとった。お皿、私柚子胡椒大好きなんよね。柚子胡椒めっちゃうまいよね、焼き鳥とかにつけとってもさ。マジで九州の誇りです。いただきます。うわー、15個もあるから何か食べるかマジで迷います。でも、なんとなく定番の大根、おー、美味
しそう。一口でパクって食べたら火傷するからそこは遠慮します。味噌ダレつけようかな。美味しそう。うん、めっちゃうまい。最高。あ、冬が来ましたね。あ、ご飯が進むぜ。次は牛串、牛串柚子胡椒かな。うまい。最高。牛串うま。うん、次は卵。卵はからしかな。うん、美味しい。この黄身をちょっとね、出汁にくぐらせて食べると美味しいんだよね。うん、これさっきから美味しそうやなって見とったウインナー串。ウインナーもからしかな。なんかマスタードつながりで美味しい。プリプリウインナー。白滝ちゃん、白滝なんで食べよう。悩みますね。味噌だれ。うん、マジでダイエッターの味方だよね。で、私の大好きなもち巾着。お味噌だれかな。うん、お餅うま。お餅食べたら冬って感じがするね。おでん最高。うま。ちくわです。うん、おいしい。厚揚げ。うん、あー、とろとろ。とろとろ違う、ふるふる。ガンも、うん、美味しい。めちゃくちゃスープが染み込んどる。染み込んだスープはボタボタボタってこぼれよるわ。で、つみれです。あ、美味しい。お魚の味がギュッと詰まっとる。この辺でさっき作ったこの美味しそうな茶碗蒸し。あ、すごい、とろとろふわふわ。めっちゃ熱そうやなこれ。でも、うん、おいしい。すごいいい感じ。めっちゃやっぱ出汁がうまいからかな。うん、卵もいい感じ。うわー、幸せの白いはんぺん。うん、ほんのり甘くて超うまい。マジではんぺんだったら5000個食べれそう。こんにゃく、こんにゃくもお味噌かな。うん、うまい。じゃん、つくね。あ、お肉やっぱりうまいな。めっちゃ美味しい。もっと食べたくなってきちゃった。これちくわぶ。うん、もっちり。このさ、ちくわぶとはんぺんってさ、私が住んどった地元にはなかったんよね。ちくわぶは結構そうでもないんやけど、はんぺんにはすごい憧れがあって、こっち来てはんぺん食べた時めっちゃ感動した。うん、すごい。これすごくないけど、よく絞り出してお使いくださいって書いてある。よく振ってはよく見るけど、これの場合絞り出してなんだね。え、絞り出すのとかみんなよく絞り出すやろ、それは。よく絞り出さん人って何？不を？優しい、丁寧だですね、本当にね、企業さんはね。あらゆる可能性を考えていろんなことを書いてるんでしょうね。よく絞り出さなかったことでクレームを出す人とかいるのかな。自分が絞り出してないのに。
よし、この辺で全てのおでんを回収してホットプレートを温めておじやをします。全然これ2つの色が違ったね。あの出汁の溶かし加減は一緒だったんですけどね、多分中に入ってる具の違いだと思う。はい、は牛串です。完食です。さーて、お待ちかねのおじやです。やっぱりこういう最後の締めってすごい嬉しいよね。ご飯全部入れちゃおう。このお出汁だけでちょっと普通に飲みたいから、ちょっと取っとこう。卵、よし、卵を入れます。もっと温めようかと。うん、美味しい。ちょっと追加しよう、味の素。全然これでも美味しいけど、さらに美味しくなるかなと思ってます。で、さっきの大葉ちょっと余ってたので入れます。はい、もういい感じ。じゃーん、完成です。熱そう。だって熱いんだもん。誰も何も言ってないけど、うん、おいしい。あっ、三つ葉がめっちゃ合うわ。薬味を入れよう。うわ、今口の上のところにベッとついて、熱かった。やば、一生熱いじゃんこれ。私さ、おじやにさ、ポン酢入れるの好きなんよね。うまっ。よし、最後のおじやだ。全部取れました。うん、うん。あー、風邪の時食べたい。風邪にはなりたくないけど。うん、完食です。ごちそうさまでした。セブンイレブンのおでんめっちゃ美味しかったです。あー、全種類食べれて幸せだ。皆さんは何のおでんの具が好きですか？私一番はって言われると牛串かな。やっぱり肉食だから。でも大根も美味しいよね。しかもおでんってさ、ダイエットのマジで味方なんですよね。大根、白滝は超無敵ですよね、ダイエットに。あと茶碗蒸しとおじやもめっちゃ美味しかったです。もうおでんでね、2度3度楽しめる。おでんってなんて素晴らしいんでしょう。おでんありがとう。いやー、おでんとっても美味しかったです。皆さんもおでん食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、ぜひぜひコメント欄などで教えてください。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。バイバーイ。入ってきた体重測定です。うー、あー、52キロ、2キロがもう2キロも増えてました。あ、ダメですね。定期的に測らないと自分では見た目では、あ、太ったなっていうのに気づかないものですね。2キロ増えていました。ってことはね、自分で見てる分には毎日顔見てるからね、気づかないんですよ。やっぱりこういう体重測定定期的にやっていかないと大変。メルさん、メルさん、拍手してください。メルさん。